皆さん、新年明けましておめでとうございます。今年も M テニスチャンネル1年間よろしくお願いします。ということで、 What's up guys? M テニスチャンネルのマチュー先輩です。はい、新年一発目、決まりましたね。はい、結構ね、お正月、まあ中にはねバタバタしてる方もねいるかもしれませんが、結構お家で、ゆっくりしている方、多いんじゃないでしょうか。まあそんな方におすすめするのはやはり YouTube ということで、お正月特別企画、お正月三が日、3日間連続動画投稿します。はい、ということで、今日がその1本目の動画なんですけども、私マッチュー先輩、本日1月1日、ま、今年から、ラケットを変えさせていただくことになりました。拍手。ラケットを変えました。まあ僕がね、今年から使わせていただくラケットはジャンボン。はい、見えますでしょうか。とあるソンさんの S マッハプロ、97を使わせていただくことになりました。結構ね、トワルソンのラケットあまり馴染みがないなという、方もいるかもしれませんが、めちゃくちゃおすすめのラケットです。まあね、僕ちょっと喋るのあんま得意じゃないんで、これ何回も動画で言ってるんですけどね。はい、早速僕の打ってる映像を見ながら、ラケットの、詳細や、僕が打ってみた感想、ぜひ見てください。それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、それでは早速 S マッハプロ97で打っている、映像をご覧ください。ちなみに今回ヒッティングに付き合ってくれたのは、井上春選手です。ありがとうございます。はい、ではまず S マッハプロ97の、ラケットの詳細を説明していきます。フェイス面積が、97インチ、長さ27インチ、ストリングパターンが、16、19、そして重さが 310g となっております。今回はですね、S マッハプロ、97に、トワルソンの HD アスタポリ125を、縦54、横52ポンドでセッティングしました。この S マッハプロはですね、トワルソンで発売されている S マッハシリーズの S マッハツアーよりも、より打ちごたえのある競技者向けのモデルで、97インチとは思えないスイートスポットの広さを実現しております。新素材のカーボンを使ったことでラケットのブレが減り、よりコントロール性が上がっております。そしてオフセンターに当たった際の、不快な振動を吸収する新素材をグリップに搭載しております。まず僕が打ってみて、思った感想は、本当に思いっきり振ってもしっかりとコートの中に、収まってくれる、しっかりね、スイングできるラケットだなと、感想を持ちました。それでいてしっかりとした飛びもあるので、試合をたくさん出ている人はもちろん、いろいろなプレイヤーに、おすすめできるラケットだなという感想を持ちました。僕がラケットを選ぶ時の、一番外せないのが、しっかりとスイング、フルスイングできるラケット、安心してスイングできるラケットっていうのを、僕が好むので、本当に僕好みのラケットだなという感想を持ちました。ちなみに今年からウェアは、ローチェさんのウェアを、そしてシューズは、水野さんのシューズを、履いております。はい、また、ラケットの感想に戻りますね。僕が他に感じたことは、打球感と、
ボールの反発がすごくいいなと思いました。当たった時の音が乾いた音パーンと飛んでいくのですごく打っていて、気持ちの乗るラケットだなと思いました。そして僕が一番驚いたのはスイートスポットの広さです。多少のミスヒットをしてもパワフルなボールが、いきますし、ディフェンスの時に、追い込まれた時に、スイングしてしっかりとコントロールできるラケットだなと思いました。そしてスライスや、ネットプレーなどの繊細な、ボールタッチも、自分の思った通りに表現できるのですごくいいラケットだなと思いました。あまりの操作性の良さにマチュー先輩も驚いてこのポーズ。そしてサーブですね、サーブも振り抜きがすごく良くて本当にいつも以上にボールのスピードが出てるなという、感想を持ちました。皆さんもSマッハプロぜひ使ってみてください。